全部の部屋でお話を聞くことができました。皆さん足崩しましょうか、私らもそうさせてください。この福島県双葉町さんは海外分の強い猫なんではあるだべか。それが一番皆さんから聞かれたことなんです。最終的にどこは帰れる、どこはちょっと帰れないということを、はっきり言えると思うんです。一時帰宅のことなんですが、私親の位牌持ってきたいと思います。位牌持ってくれる人はまだいいの。俺はうちも何でもねえで流されて、うちは、どうぞ。浜で流されたんですけども、でも一回は戻ってみたいと思います。やっぱり思いは一緒だと思いますので、ないから、無事がないからダメだでなくて、行ってもらいたいと思ってます。仮設住宅なんて必要ないんですよ。もう帰るとこないんだから。双葉町は新生、新しいところを作ってもらいたいと。国会議員の人たちは私たちのことをこうやって避難してる、本当にたくさんのことを考えてくれてるのか、そこがわからないですよね。私も本当に責任を感じてます。そこ通りませんね。そこ通りますね。そこ通りますね。家族は無事だ。旦那さんが別にいて、そういう大きな病気をするかもしれないっていう心配がありながらも、笑顔でいてらっしゃいって言うしかないんです。体を張ってみんな言ってるんですよ。本当に体を張って頑張っていただいて本当にありがとうございます。奥さんも大変でしょうけども、ご支援支えて頑張ってください。例えば私の友達はいわきナンバーっていう理由だけではアイスクリームを投げられたり、人の気持ちを傷つけるようなことは言わないようにということをできるだけいろんな機会に言うようにします。耐えられない時にはどうぞ私ともに来て言ってください。何とかします。シャワー室できても多分人数的には無理だと思うんですけども、5月20日までに、下水管をきちっと作ります、そこで同時にお風呂も用意しますので、もうしばらく我慢していただきますか、決着がつくまではそれやめないで、変わっちゃうとまたおかしくなっちゃう。とにかく責任から逃げませんので、本当に子供たち本当にかわいそうです。本当にどうしたらいいですか。本当に子供も高校生なんですけど、やっぱり進学とか就職とか、やっぱり自分が描いてたものはもう崩れ始めてて、こういうことでなんかいろんなことダメになってしまうのは悔やんでも悔やみきれないので、国も一緒になって、ね、こちらの地元を埼玉でも一緒になってやれることは必ずありますから、できるだけ元の生活に皆さんが戻っていただけるように努力をしなきゃいけないと改めて思ったところです。特に今後の子どもたちのことを考えて、自分たちはどうすればいいんだろうかと、そういうお話が一番胸に突き刺さりました。